戦も終わったというに火種は尽きぬものじゃ。これは災いを招く類ではなさそうじゃが。人の戦が怨念を生み、怨念が妖かしを生むか。御霊を鎮めたまえ。弁慶が武具ではなく、まれびとを見つけてくるとは。半妖として生まれた私を迎え、武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住む妖かしたち、そして私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身に。この源の九郎判官義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、源氏に伝わる
あやかしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは新たなまれびとの光。同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。光に目がくらんだか、醜き人の強要。先に行け弁慶、衣構え。私もすぐ後を追う。この殺し合いが好きか、人間ども。怒りに飲まれるところであった。世を戦火に巻き込んだ真の敵は未だ人の闇に潜む。争いを生む。貴公であれば我が志分かち合えよう。いかに遥かな道が待ち受けようと、
このあやかしを打つ刀ある限り、私も戦い続ける。後世より来たりし、まれびとよ。刀に残された我が育ちの思念をたどり、真の敵を討て。